どうも、グリズンです。それではね、ファーゴレイ3の続きをやっていきたいと思います。さあ、行きましょう。さあ、これからね、バースのところ行って、決着をつけたいと思います。いますね、一人。さあ、やつはどこへ行くのかな。こっちにね、来てくれれば。あ、来た。やばい、まあ、ちょっとバレそうになりましたけど、いるかな。見えん。あ、いるいる。あ、ちょっと待って。よし、いいね。いいよ、出だしからいい感じじゃない。よし。あ、っていうか俺装備、まあいっか。装備なん、あ、いいよね。あ、ちょっと女性の悲鳴が聞こえるぞ。まずい。あ、やばいやばいやばい、助けないと。マジかよ、ひでえ。女性になんてことをするんだお前ら。許せん。大丈夫かい。あ、あ、あちゃあちゃちゃあちゃあちゃちゃ。いえいえいえ、危ない危ない。もう足傷っちゃって。まあね、その焚き火の近くで休んでて。さあ、行きましょう。犬いる。砂がいるな。ワンちゃんもいる。こういうね、遠くから当たった試しがないけど。よし、当たった。そしてね、犬は、あ、大丈夫、バレてない。先にあいつをね、やっつければ、まあワンちゃんにはバレるけど。来い。あれ、来ないな。あ、まだいた。人がいた。まだ。え、ワンちゃん2匹いるの。え、どこにいる敵。声は聞こえるんすけどね。あ、やばいやばい、来たか。来い来い、ここは私が相手だ。えいとか言って。近くにいるのか。じゃあ、あの女の人を逃げて。もうここはちょっと危ないよ。あ、ワンちゃんまた来た。よし。え、いる。あ、なんか見えたな、赤いのが。ちょっと待って。なんか音楽が聞こえますけど、大丈夫かな。引っかかんなきゃいいんだけど。あ、いるいるいる。どっち向いてんだあいつ。あ、奥か。あ、あー。見つかった。よし、やっつけたよ。これで入れるかな、中に。外には、あれ、ない？何の音今。こっちだね。オッケー。バツバツ。うわ、いっぱいいる。あ、ここ武器使えないんだ。そうだよね、ここで撃っちゃうとストーリーが変わってくる。おお、なんかはめられた。おお、すごいね。熱い。ああ、落ちた。まずいまずい。お前が自分でどこどこやってしまったんだ。
虎がいる。え、どうすんの。あ、階段か。賞金1万ドルそりゃ燃えるね、みんなね。あー、やめて。あー、火が。まずいまずい、ちょっと降りないと。とりあえずお、いっぱい集まってるよ。ちょっと待って、これグレネード投げようよ。一人死んだ。車の周りにいっぱい集まってる。あ、ダメだ、天井に当たった。ちょっと待って、あ、バレてない、バレてない。オッケーオッケー。あ、いるね。スノーホワイト、お前だってことは分かってるわよ。おお、結構やっつけたよ。来るな。なんか見えるけど違うか。わあ、ぶね。ああ、中にもいる。あ、上か、2階にいる。あ、いたいたいた。あ、来る来る来る。どこ、く、暗くて見に。あー、ファイヤーマンだ。やばい、弾切れる。どっかにね、弾ないかな。やばい、グレネード。オッケー。どっかに、あ、お金がある。いただきましょう。おっと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 、どこにいんの。なんかバレそうになりましたけど。ちょ、上に上がってみましょうか。あ、上からやればよかったね。お、あった、弾。お金もある。お、すごい、お金いっぱいあるじゃん、ここ。ここね、確かね、もう来れないんですよ、これ。このミッション終わるとね、まあこの島には来れるんですけど、この中には入れないんですよ。僕ね暇な時にね、ずっとやってたんですよ。チャレンジしてたんですけどね、行けそうで行けないんですよね。まあなんかね、どっかあるかもしれないですけどね、入れるとこが。あそこに一人いますね。暴れる。こっち向いてるのか。よし、もういないかな。いや、聞こえるな、声は聞こえる。あの虎の檻を壊せばね、よかったかもしれない。まあでもそれだとね、自分にポイントが、経験値が入るわけじゃないんで。あ、あ、いるいるいる。アーマーがいる。これ難しいんすよね。ブレラン、ちょっと拾えるものは拾っていこうか。もう来れないからね、ここ。何？どこにある？この中か。よいしょ。もうないかな。よし、じゃあ行こうか。バース、バース、どこだ。
ちにも。俺が相手だ。おお、燃えてるね、ジェイソン。わあ、なんか光加減がすごいね。ここ。いないいないば。おい、おい、刺されたし。しかもこのナイフ俺が取ったやつじゃないのこれ、前に。これ普通死にますわね、あんなとこ刺されたら。まあでもそこら辺はね、心配することないと思います。不死身のジェイソンですから。ここなんだよな、ここむずかったんだよ俺。めっちゃ死んだんすよね、前実況した時もね。まあ、ただね、あれから1年半以上経ってますからね。その間僕いろんなゲームしてますから、まあ、前よりは、マシなプレイできるんじゃないかと。これジェイソンですね。ジェイソン結構イケメンですよね。昔こういう髪型しましたね。世界は傾いてる。俺がバランスを取ってる。でもこれジェイソン死にかけてるんですよね。死にかけてて、なんかお前の持つ力は強大だ。妹とよろしくやってるか。あれ、なんでこう戦士にしてもらうのか。こっからかな。撃てるもんなら、なんかジェイ、あのほら撃ってみろ。バース、ほら撃てよ、引き金を引け。ほら撃て、ほら。お前は、あ、こっからか。俺はお前なんだ。これめっちゃ出てくるんすよ。なんで死なない。あ、でもいけそうだなこれ。やばいやばい。あ、全然いけるいける。いや俺レベル上がったんじゃね。ちょっと待って、回復やべえ、調子に乗っちゃダメだなこれ。いや、なんか今度燃えてるし、これ下がるだけあれなんですよね。もう自分が損するだけなんですよね。敵が次から次へ出てくるから。俺を十字架にかけて生まれ変わらせてくれ。ほら、じゃあやってやるよ。これかっこいいっすよね。やりすぎでしょ。でね、ジェイソンは兄貴殺されてますからね。まあ、恨みは半端ないですよね、きっと。これね、これびっくりしたな、最初。スキルポイントゲット。思ったより早くクリアできましたね。13分。いや、絶対あそこで詰まると思ったんですけどね、バースがいっぱい出てくるところ。前やった時にもう何回やり直したんだろうな。もう4回とか。いや、4回じゃ済まないな。もっとやり直したと思うんですけど。ジェイソン、ジェイソン、よく戦った。今最後にジェイソンって言ったの。バースじゃない。勝利に酔いしれるがいい。シトラはお前を戦士にする。俺たちまともじゃねえよ。あれ、何、何これ。なんで聞こえるの、おバースの声。こんなんだっけ前。
全然覚えてないな。私も民も権利も捨て、ホイトが彼を怪物に変えた金と薬で、ね、シトラの私の兄だ、兄貴なんですよね。ホイトには必ず復讐してやる。君と俺の兄貴の復讐だ。奴の首を取ってきてやる。仲間はどうした？みんなはボートで帰る。俺はここに残る。喜ばしいことだ。ホイトを倒す策は？ウィリスっていうスパイに頼めばホイトの島に運んでもらえるはずだ。なるほど。お前がいなければ民が寂しがる。嬉しいね。シトラ美人ですよね。ちょっと私の元に化粧濃いけど民の元に髪型も別に僕嫌いじゃないですけどね、これ。いつもね結んでるからあれだけど、あれを下ろしたらどうなるんだろうね。でノーメイクにしてね、いい感じだと思うんですけど。え、なんかハマってるけど。え、何これ、穴？すごい真っ黒だけど、ここだけ。え、何これ、怖っ。あ、バグってんのかこれ。これシトラですよね、これ。裸に裸なの今シトラね。あのね、あのシーンも結局そういうことだったんですよね、黒くなってたのは。これバグですね、ちょっと珍しいバグですねこれ。おー、熱い。これは入り口に向かうのかな。あ、ちょっと待って、ここもね、多分そんな入れることないと思うんですよね、こっちに。拾えるものは拾っとかないとね。ん？こっちか。ジェイソン、もう帰るのか？酔っ払っとる。デニス。シトラとは忙しいか？ん？君と私はよく似てる。昔アメリカに移住したての頃、私は整備士として働いてたんだ。なまりをからかわれ、上司は給料を同僚よりも減らそうとした。無能なやつらね。あの、いろいろあったんですね。リベリアで兵士たちと一緒に育った私をないがしろにしたのだ。だが私の本質をシトラ教えてくれた。自由をくれた。幸運を祈るぞ。まあ頑張れよな。うん、あんまり負けがないぞ。早く持ってこい。
飲みすぎるなよ。ちなみにね、リベリアっていうのは、南アフリカの、一番ね左の方にある、国ですね。はい、それだけですさあ、次は出てる、これ。あ、びっくりマークが出てますね、こっちの方向。あ、ドクターのとこに戻るのか。多分ね、仲間たちがいるところに行くんだと思うんですよね。そうですね、洞窟の方に。あ、ちょっと待って、ちょ、弾だけね買っときましょうか。あと売らなきゃ、これ売って、で弾を買って、 OK、行きましょう。もうそういえばなんかね、準備ができたとか言ってましたよね、船の。でもあと一人ね、ジェイソンの弟が。ねえ、大丈夫？見つかってないんで。よかった、それ待ちって感じでしょうかね。治るから家へ帰れる。あ、まだ治ってはいない。俺は残る。え、みんな固まった。居場所を見つけた、だから島に残る。やばい、リザーがジェイソン、それ本気なの？どっか行っちゃった。リザ、一体どういうつもりなの？生まれて初めてやりたいことが分かったんだ。今度こそ叶えたいんだよ。あなたは立派に成長した。この時をずっと待ってたのに、さよならなんて。さよなら。あら、あ、ちょっとリザ、ちょっとグッときちゃったな。もう忘れるのよ。わあ、熱い、もう熱い熱い熱い。仕事頑張れよ。弱肉強食だよ。しっかりな。まあ、こうやって一人一人に。これは無理だな。オリバー。おお、いいか、俺はドクターと一緒にここに残るから心配無用だぜ。ダメだ、帰れ。なんで？母さんに伝えてくれ。くそ。わかった、わかった。任せろ。そう言われたらね帰るしかないよね。ああ、あれはもうダメなのか。助けてくれた。あ、もうダメか、もうないもんね、器自体がもう置いてない。助けてくれてありがとうって言ってましたね、今。自分のことだけ考えて生きてけば。あらひどいね。え、でもジェイソンいなかったらみんなも無事じゃ済まなかったですからね。あんな言い方ないんじゃないかな
さあ、どうするのかな。あのスパイの人のとこに行くのかな。思ってたよりきつかった。そうだな。よし、気を取り直して。別れはね、辛いよね。ウィリスに連絡しよう。ウィルスと話す。こっちの方向だ。あ、ここだ。天なき村に一度行くのか。ちょっと待って。オッケー。